皆さんこんにちは、ジャットさんです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は先日もお伝えしていたように、あるコーヒー豆を皆さんにご紹介したいと思います。ジャットさんはいつもこのコストコで買うライオンコーヒーを飲んでいるんですが、このコーヒー美味しいですよね。今日はその友人から珍しいコーヒー豆をいただいたので、そのコーヒー豆を紹介していきたいと思います。そのコーヒー豆はこちらです。チュラ豆コーヒーさんのチュラ豆ブレンドというコーヒー豆、こちらをいただきました。名前からもわかるように、沖縄県のカフェショップのコーヒー豆です。沖縄県の那覇市の国際高校の近くにお店があるようですね。そちらの豆をいただきました。今日はこちらの豆を先日買った電動ミルで挽いて飲んでいきたいと思います。まずはこちらの豆を袋から出していきたいと思います。このコーヒー豆の袋を開ける時の香りってとってもいい香りですよね。こんな感じですね。こんな感じでコーヒー豆が入っています。とってもいい香りがします。もう部屋中がコーヒーのいい香りに包まれています。じゃあこちらを先日買った電動ミルを使ってコーヒーを入れていきましょう。蓋を開けて、この電動ミルは最大 60g までしか引けないので、そんなにたくさん入れない方がいいかもしれませんね。2杯ぐらいにしときたいと思います。そして蓋をして、私はまあ細引きが好きなので12秒ぐらいと取扱説明書に書いてたので12秒ぐらい回してみたいと思います。これぐらいですかね。そして蓋を 2,3 回叩いて粉を落としたいと思います。これでコーヒー豆が引けています。こんな感じです。じゃあこのコーヒー豆を早速コーヒーメーカーに入れてコーヒーをドリップしていきたいと思います。ジャットさんはいつもこのブラウンのコーヒーメーカーを使ってコーヒーを入れています。先ほど挽いたこのチュラ豆ブレンドのコーヒー豆を入れていきたいと思います。量的にコーヒー4杯分ぐらいでしょうかね。じゃあ4杯分ぐらいの水を入れていきたいと思います。そして蓋を閉じてセットしてスイッチを入れたいと思います。これでしばしお待ちください。今チュラ豆ブレンドがドリップされて落ちてきています。とってもいい香りがしています。出来上がりが楽しみですね。いい感じでコーヒーが出来上がってきました。ちょうど4杯分ぐらいでしょうかね。これで全部ドリップが落ちきりました。じゃあ早速このコーヒーを飲んでいきましょう。とってもいい香りがしています。色的にはそんなに黒い濃い色ではありません。ブラウンかかっているちょっと茶色っぽいっていう感じでしょうかね。では早速いただいてみたいと思います。ジャットさんはアメリカンのコーヒーがとっても好きなんですが、
これはきっとアメリカン好きの人にはたまらない一杯ではないでしょうか。苦味とか酸味、まあ、そういうのよりもちょっとフルーティーな感じの爽やかな感じのコーヒーです。とっうん、とっても美味しいです。ぜひ皆さんもお試しになるのはいかがでしょうか。今日は沖縄県にあるチュラ豆コーヒーさんのチュラ豆ブレンドを電動ミルで挽いて飲んでみました。とっても美味しいコーヒーだったので皆さんもぜひお試しください。はい、ということで今日はジャットさんは沖縄県にあるチュラ豆コーヒーさんのチュラ豆ブレンドというコーヒーを飲んでみました。とっても美味しいコーヒーでした。詳細については概要欄に書いておきますので興味がある方はぜひ注文なさるのはいかがでしょうか。また皆さんがお好きなコーヒーの銘柄や種類などありましたらコメント欄の方に書き込んでいただいてジャットさんにぜひ教えてください。では今日も動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思いましたら高評価そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では次回の動画でまたねー。